日が経つにつれ、サポーターの数は増えていった。その成功の陰には、声をかけセックスをするということが最終目的ではないというのもあるだろう。ただやりたいだけなら、がっつくことが態度に出たり、その気持ちが女性には見えてしまうのだろう。男の腹息の荒さを、女性は敏感に察知する。そういうファーストインプレッションの違いが、普通は声をかけても当たり前に断るような女性が、足を止めてくれた。セックスはあくまでも通過点。僕のことを気に入ってくれた上で応援してくれる。というスタートラインに立つためのもの。入り口は何でもいい。決めたことをやるだけ。3ヶ月で2000人以上の女性に声をかけ、結果、最終的に50人ほどの女性が本当のサポーターになってくれた。今思えば、これがガクトのファンクラブの始まりだったのかもしれない。